ナミさんお疲れ様です。日本全国進出鬼没。そんなね、愛媛大学のナミさんですけども、岡山や香川からの放送、やっぱりね、短くまとめられてとっても聞きやすかったかなと思いますので、人生戦略パート6、7と続くことをまた期待しております。はい、そしてですね、最近ね、私ね、涙の貧乏脱出作戦っていうね、昔ミノモンタさんが、司会をされていた、そんなね、貧乏を脱出する、そのために何かの商売の修行をして一発当てるみたいなね、そんな番組を YouTube で違法アップロードされてるのを見てですね、結構ね、いい話だなと思ったりもするんですよ。でも冷静に考えてですよ。冷静に考えて、その涙の貧乏脱出作戦っていうのは、3日とか1週間の修行で、なんかね、むちゃくちゃ売り上げる店を立ち上げるみたいな話なんですよね。そんなうまい話あんのかなみたいに思ったりするんですよ。で、大体そこにエントリーする、いわゆるお金のないね、成功したいと思っている挑戦者の方っていうのは、修行に行く先で大体1日目とか2日目って挫折したり怒ったりするんですよ。うん、で、3日目ぐらいから心入れ替えて、ダメだダメだと思われてたのを最終的には達人にね、合格いただいて、それで出店して万々歳みたいな、そんなストーリーなんですけども、いや、実は私ね、その涙の貧乏脱出作戦に、出演されていたお店とその方とにね、会ったことがあるんですよね。で、実際どうだったのって話を聞いたら、いやいや、あれはね、番組上ああいう風に作られてるけども、実際行ったら結構地味で、そんなにね、踊れやすどれやみたいな話じゃなくって、割と淡々とやりましたよと。それから今食事ってのもね、そんなにね、なんかこう何年も修行するもんじゃなくて、まあ言ってみればちょっと頑張れば誰でもできるようなことばっかりやってるんですよと。で、結局ちょっとやれば誰でもできることすら多くの人はやらないから、甘い認識で失敗しちゃう。もしくはちょっとやったら成功するんだったら、自分が経験しながらそのぐらい追いつけるだろうというふうにね、まあ言ってみれば舐めてる状態だということらしいんですよ。でも基本とかっていうのは、たった1日にしても2日にしてもしっかり学んだ方がいいなっていうのは、私ね、すごく思うんですよね。最近なんですけども、私は中国武術をずっとやってましてね。で、独学でやるのと、たった1日でも、たった1時間でも、達人に教わるのと、全くね、物事の身につけ方の角度って変わるんですよ。当然、達人につきっきりで毎日毎日やっていれば、その成長っていうのは著しくて、それこそ、その達人の後継者になれるぐらいだと思います。でも、後継者にならずとも、素人からちょっとね、突き抜けたぐらい、自分の生活を成り立たせるぐらいのプロになろうと思ったら、そんなにたびたび達人の指導を受けなくても大丈夫なんですよ。もちろん受け取る力は必要ですけどもね。けど私が振り返ってみると、昔ね、六本木ヒルズ塾っていうのが入って、最初のコンテンツを、言ってみれば1週間ぐらい見たぐらいですかね。そのぐらいで今ここまで来てますんで、あ、なるほど、こういうことだったのか。根本の考え方はこういうふうに変えなくちゃいけないんだっていうふうに気づくことによって、あとは自ら全てのものから気づいていけるっていうふうなところなんじゃないかなと思うんですよ。涙の貧乏脱出作戦では、その気づきってものをね、やめた瞬間に、せっかく V 字回復した繁盛店でも潰れて引退するっていう風なね、後追い取材っていうのも有名になりましたけども、そちらの方でやっぱね、甘い考えが抜けない人っていうのはダメになっていきますし、調子が良くなっちゃって有頂天になった人っていうのもやっぱり、自分で崩れていくしね、常に自らの人生から学んでいく。まさに言葉通り、人生すべて皆我が師というね、全てを先生とする気持ちでいれば衰えることはないんですけども、ついついね、なんかね、いい気になっちゃうんですね。そこが人間の甘さなのかなと、戦うべきはそこなのかなと思いながら、人生戦略のシリーズ見させていただいております。これからもよろしくお願いします。